おはようございます。釣り子 TV です。レイドジャパンの新しいトップウォータープラグを買うことができましたよ。その名もですね、スイッチベイトアンサーっていうことで、こんな感じのパッケージに入っているんですけども、ね、一見こういうミノーなのかなみたいな感じのリップがついておりますが、ここにね、プロペラがついているっていうことで、まあね、人気のルアーっていうことで、オンライン会員様限定、こちらの商品はお一人様1個の販売とさせていただきますなんて書いてありますけども、キャスティングでね、お一人様1個で、2090円でね、1つ買うことができました。まあパッケージはね、こういういつもの感じの、レイドジャパンのパッケージなんですけども、早速ね、どんなルアーか、開封していきたいと思います。ねえ。これはあの吉田優さんプロデュースのルアーっていうことでね、霞ヶ浦水系なんかで聞いたりするのかな。はい、じゃあ出して、あ、落っこっちゃいましたね。はい、出てきました。こんな感じのね、あ、色も綺麗ですけども、まずリップはこういう感じのね、リップで、でスプリットリングではなくて、こういったスナップが最初からね、こんな感じのスナップで使ってくださいという感じでね、ついておりますね。そして背中にはレイドジャパンの、マークがついていて、気になるのがこの後ろのプロペラですよね。こんな感じの、プロペラがついております。もうね、ちょっとね、触っただけでね、こうチリチリとね、気持ちよく回転してくれる。で、今ね、これプロペラ回してて思ったんですけども、とんでもなくね、刺さりのいい針ね、フッ素加工の針が最初からついてくれております。こんな感じのね、ルアーですね。ウェイクベイトっていうことですよね。この、まあ、ミノーみたいな形ですけども、浮力が確保されていて、ジュボって入って、そこからこうね、浮き上がっていって、ポコーンって浮いたところで食わしたりとか、そんな感じでね。で、このプロペラのところでちょっとした、あ、なんか捕食されてるぞみたいな捕食音とかを演出しつつ、ジュボふわー、ジュボふわー、バコーっていう感じでね、そんな感じで食いつかせるルアーなんではないかなとね、思うんですけども、あのスピンテールバングオーとかね、そういったところにね、ターンを発する、形状なのではないかななんていうふうに思うんですけども、この形でよく使っていたのとかだと、メガバスの X80 にもね、プロップダーターっていうね、なんだろう、リップでちょっと、入って、チリチリって浮いてっていうね、そんな感じのプラグがあったんで、この手のルアーをよく使う時には、そんなプロップダーターなんかをね、好きで使っていたなぁなんていう印象があるんですけども、まあそれのもう、現代最新バージョンの形状っていう感じですかね。で、特筆すべき点は、あのね、これはレイドジャパンの動画とかでね、出ているんですけども、このプロペラの部分ね、これがすんごい回転がよくね、仕上げられているので、入って浮き上がる、ほんと浮上の微妙な時間でも、これがね、チリ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 って回るみたいなんですね。このすんごいスムーズな回転ね、これによって浮上の時にこれがチリ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 って回るね。で、このプロペラが回るね、そんなこだわるのって、やっぱこだわるところですよね。最近ダブルスイッシャーのトップウォーターのね、釣りとかが好きで、よく使っているんですけども、ほんと小型のこの金属のプロペラがね、細かく、チリ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 回り続ける水中で、何ですかね、回転による寄せなのか、はたまた光とかが反射してなのかわからないんですけど、めちゃくちゃ魚が寄ってくるんですよね。ダブルスイッシャーの話ですけども、小さいプロペラがもう音も鳴らないぐらい、ほんとチリ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 って回ることによって非常に魚が寄ってくる。ここら辺の、この小型パーツによる寄せの力と、あとはこの
バランスによってね、もたらされるこう浮上のスピードとか、その、バランスによってなんか魚がね吸い寄せられてくるっていうね、そういう感じになるんじゃないかなと思うんですけども、はい。でね、これスイッチベイトアンサーパッケージにね、長さと重さ書いてありますけども、107.5 ミリの2分の1オンスクラスだよっていうことみたいですね。まあおよそ簡単に言うと、まあ11センチぐらいのサイズ、まあ一番関東でね今人気あるサイズですよね。まあバルナであるとかね、メガバスのワンテンであるとか、あとエリーとかね、この11センチ前後ってね、ほんとね今ね、関東で熱いサイズ感の一つなんですよね。そこにこういったね、ギミックね、ついたねこういうミノーシェイプのルアーが出てきたっていうのはね、がぜん楽しみな状況であります。まあ名前もねアンサーっていうことで答えだよっていうことで、名前が付けられているので、そこら辺もポイントになってくるのかなっていうことで、後ろにね細かい説明書きが書いてあるのでちょっとね、見ていきたいと思います。スイッチベイトアンサーは、スイッチベイトスクラッチに対極位置するルアーということですね。スクラッチは、その風貌と生み出すアクションのパワーによってコンディションの良い、クオリティフィッシュを引きずり出す一撃必殺の超過が持ち味。対してアンサーは、神経質な魚をテクニカルに誘い出すことができる、繊細でデリケートなアクションを多彩に演出できます。スローリトリーブでは水面サブサーフェイスを身をよじるように、生めかしく泳ぎ、水面に、理想的な波紋とテールペラによるスプラッシュ&カリカリサウンドを発生。強すぎないウェイキングアクションで、線の釣りを追行します。ロッドワークに対してはその、強弱やストロークによって多彩な表情を見せます。やや尻下がりの角度で浮くアンサーはロッドワークを加えることで頭を下げて水中にダイブします。その際にテールペラが回転し甘いサウンドと飛沫を生み出し、天の釣りでも、魚を誘います。リッピング気味のストローク幅を長めに取れば、身を、よじりながらボディに泡をまとい水面下50センチ程度ダイブ。まるで本物のベイトフィッシュのように生めかしくアピールし、深場の、定位する魚にもアピールすることが可能です。またロッドの重みでラインスラックをトンと叩くようなごく優しいロッドワークではその場でお辞儀をするようにダイブ。ダイブ時にテールペラを回転させて優しい飛沫とサウンドを発します。長めのステイに織り混ぜればアフタースポーンなどの、ナーバスな魚も反応させることができるメソッドです。アンサーはただ巻きやダイブ時にプロペラが、回転して多彩なエレメントを発生しますが、ダイブ後の、浮上時にもしっかりとペラが回転するようにセッティング。ダイブアクションで魚を寄せて、ゆっくりと浮上する際に回転するペラがバイトトリガーになります。浮上中に下からひったくられるため、しっかりと浮上の間を意識して操ることが超過を伸ばす肝。アンサーは想像以上に深場からも魚を寄せる力を持っているので、浮上とステイを意識してください。点と線の釣り、繊細な領域で両立したスイッチベイトアンサーはスクラッチへのアンサーとして生まれたもう一つのスイッチベイト、そしてあなたの、攻め手を厚く強固なものにするでしょうということで、そんな感じのね、説明がこの後ろにがっつり書いてあるんですけども、アンサーということでね、だからもう一つのスクラッチね、ずんぐりむっくりしたスクラッチに対するアンサーっていうことなんですね。あれのハイアピールでこう一点でポンとね寄せる力に比べて、こうもうちょっとですね、いろいろな多彩な状況で対応するっていうことでいいんですかね。とにかく間を意識するっていうところがね、いくつかね書いてありましたね。こう潜らせて浮いた時、浮いた後の間とかね、でそれから次のアクションに移行する、でいろいろなところにこう間が生まれるっていうことで、そこを大切に意識して、魚が食い上げてくるね、そんな、瞬間を意識して意識して釣りをしていくと超過が、伸びますよみたいな感じでね、書いてあったかと思うんですけども、まあまあまあこういうのが活躍するのが、そうですね、これにも書いてありましたけども、アフタースポーンの時期のね、魚をイラつかせたい時、
はたまた今もうねハイシーズンに入ってますからね、まあ、例えばボイルしてる魚なんかにもねこの手のルアーってねすごい効いたりしますし、まあ、ボイルしようかなどうしようかなベイトは見えてるんだよな、そんな時とかにこれを入れてジュバッジュバッっていうね、こうなんだろうボイルサウンドみたいなっていうか、なんかそこで食ってるなみたいなね演出したりするとスイッチが入ってね、食い上げてくれたりとかね、そういう使い方もまたいいんじゃないかなとか、まあここから秋ぐらいにかけてで11月ぐらいまでね、抜群に効くんじゃないですかね。12月とかも状況によってはいいと思うんですけども、真冬の釣りではないですけども、今そうですねもう8月になるっていう、タイミングで、ここからそうですね秋ぐらいまで有効な釣り方になってくれるんじゃないかなということで、このタイミングでね、登場してくれたんで、そうですね自分なんかだと房総のリザーバーとか、霞ヶ浦水系、まあ、横利根川の護岸際とかにね、こういうのをジュブッジュブッジュブッなんてやるなんてのも面白いんじゃないかなね。あとは野池とかにもね効きそうなサイズ感、そこまでね大きすぎもせずっていうことでね、こんな感じのボリューム感なんで、ああ背中から見るとねこう背中結構こうね、浮力が確保されるようなずんぐりもっくりなんだけども、ベイトフィッシュライクなねそんな感じなサイズ感じゃないかなと思いますんで、がぜんねちょっと当番の機会が増えてくるんじゃないかなっていう、そんなルアーかなと思ってね、楽しみなルアーであります。まあねいろんなタイミングでねちょっと投げてみたいなと思うんですけども、まあ、自分なんかだとはリザーバーに行くことが多いんで、いまいち魚がどこにいるか分かんない時、深ばかな食い上げさせたいななんていう時と、まあ、朝夕とかのね、そういう時間帯、はたまた日中の、ボイルしてる時間帯、そんなタイミングでねちょっとね投げ込んでみようかななんて。まあなんとかねお一人様一個ですけど一つね買うことができたんで、カラーもね魅力的なちょっとオールドっぽいカラーからねこういう、最新のちょっと透けた感じのねオイカーみたいなカラーね、あとはブラックなんかもありましたけども、まあ、こういう、まあ、ベイトフィッシュライクな感じのルアーなんで、今回はねこういうザ・ベイトフィッシュみたいなカラーでね一つ買ってみたので、早速、使ってみたいと思います。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、レイドジャパンのね新しいねプラグスイッチベイトアンサー、これをね一つ買うことができたので開封してみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。